皆さんこんにちは、竹上雅人の丸々な話、ナビゲーターの伊藤彩です。はい、松坂市長の竹上でございます。はい、嬉野ふるさと会館の館長のわけでございます。さて、竹上市長が松坂市の魅力などをご紹介する番組、竹上雅人の丸々な話。市長、前回ちょっと振り返ってみますと、はい、いろんなところ行きましたね。いろいろ行きましたね。まず、嬉野高校館、ふるさと会館の2階でお勉強していただいて、そして一昨日塚行きましたね。それから、湯尾戸遺跡、はい、いかにもこう、村上春樹ファンにはもうたまらないようなあそこへ一緒に入りましたね、はい。市長もだいぶ熱く語っていただいた場所でもあります。あそこは本当にいいんですよ。はい、はい。さあ、そんな前回でしたけれども、はいはい、今私たちがやってきているのは天白遺跡という、ね、そうですね、場所ですけれども、はい、今回どのような内容になりそうですか。ね、今回はね、もう本当に季節が本当に良くなってきましたんで、こうファミリーでみんなでこう行けるようなね、そういうところへ行きたいのと、それから、あの考古館で見た守備ね、あの守備の、どうやって作ってたのっていうような ことであるとか、それから、先週も喋りましたインスタ映えするようなスポットをこう、ご紹介する、そんな今回もミステリーツアーでございます。ということで、はい、今回もどんな場所に出かけるのか楽しみですね。よろしくお願いいたします。はい、はい、では、皆さん、はい、行きましょうか。行ってみよう、行ってみよう。はい、まずはですね、ここ出発地点は天白遺跡からですね、勉強していきたいと思います。はい、影さんどうぞ。はい、すいません。本当に天白遺跡、国の史跡になっておりますけれども、こう本当に1万4000平米、広いところの広っ端になっているような状態です。でとは言いながら、こう発掘をした時に、たくさんのこう排斥遺構、これは東日本ではたくさんあるんですけれども、西日本の中でこんだけ集中して集まる地域っていうのは、この、この天白遺跡だけっていうふうになっているんです。約1000年ぐらい続いた場所だっていうことで、非常に貴重な遺跡だっていうふうに考えている。でそれはこう、なんでなのかっていうと、みんなのいろんなこう地域の人たちがここに集まって、こう縄文時代の頃にこう祈りを捧げてた場所だ。まあ本当にね、はい、広いでしょう、ここね、広大な、広大なね、遺跡 で結構ね、いろんなイベントをね、はい、この遺跡のところでね、やってくれるんですよ。踊りとかね、コンサートとか祭りとかね、いろいろやってくれてますので、またそういう時に皆さん訪れていただければなというふうに思います。だからやっぱり嬉野っていうのは、こういう広大な遺跡もあるし、はい、それからね、やっぱり守備もね、はい、さっき勉強、前回勉強した守備も本当にね、はい、すごく大きいでしょ、はいはいはい、ね、なんかあれがね、実際どのように作られて、はい、そうですね、はい、どのように運ばれたのかっていう、はい、ちょっとそのあたりも気になるんですけども、そこなんですよ伊藤さん、はい、こうなんか不思議でしょ、どうしてあんな何もない時代にあんな大きいものをですね、ねえ、どうやって運んだのっていうのが、そのミステリー、今からその場所へ行ってみましょう。はい、天白遺跡公園から車で5分ほど、中村川を望める辻ヶ糸ヶ葉にやってきました。さて、こちらには何があるのでしょうか。嬉野鴨田町にやってまいりました。守備の里っていうふうにあります、嬉野鴨田のにあります辻ヶ糸ヶ葉の方にいます。はい、辻ヶ糸ヶ葉、ちょっと、ね、わかんないでしょ、はい、じゃじゃーん、はい、こう辻ヶ糸ヶ葉ってこういう字を書きます。でこの辻ヶ葉っていうのが、今から行くところのね、ちょっとしたヒントなんですよ。なるほど、はい、じゃあここの2文字に詰まってるんですね。なんです。はい、では行ってみましょうか。はい、はいはいはい、行きましょう。ます辻ヶ糸ヶ葉、はい、ここがね、だから伊藤さん、こう何もないように見えるけれども、はい、何もないですね。でまさしくね、はい、ここがそのガヨウの意味で、瓦を焼いてたところなんでね、釜の部分だったんですね。で、あのシビが発見されたのがここら辺り。そうですね、この辺りです。ええ、でこう、まず一つはここの
発見された大きな理由もありますし、うん、ここでこう瓦が焼かれてたっていう理由は、うん、あのここの土ってこうすごく良質な粘土なんですよ、うん、でその良質な粘土をこう、そのシビを作るために使って、うん、はい、でちょうどこの斜面、見ていただきますとちょっと切り茂っておりますけども、すぐ目の前が中村川の川、はいはい、でここのこの斜面のところに釜で作って調整をして、今度それを中村川に下ろして、うん、今度嬉野のいろんなお寺に運んでいたっていう、川っていうのが今は普通の川なんですけども、かつてはそういう、 こう流通 の、 あの道路にもなっていたっていうのが分かるところです。これちなみにどういうふうに発見されたんですか、最初。これその一番初めは実はこの土、あの地元の方々がまあ叩きって言いましょうか、地面の叩きをやるときにこうそこの土をちょっと取られて、でそこからちっちゃなその破片がまず出てきまして、はい、でちょうど小学校に持ってかれて、これは何やろうって話になって、あの県の方で鑑定していただくと、これはシビの破片や、これはえらいことやっていうことで、まあ、緊急に調査が始まったっていう。大発見だったわけですね。大発見でしたね。と考えると、はい、まだもしかしたら発掘調査が進むか、ね、まだまだここらは窯跡がありますので、あの掘っちゃいますか、ま、かもしれませんね、はい、なんかそう考えるとまたちょっとロマンがあるというか ね、 ですね、もう明日掘りに行こうよ第一発見者、はい、そうですね。まあ、そんなわけでですね、はいはい、嬉野にはね、今も話があったように、大きなお寺とか、それから、五重塔とか、そういうのがあったらしいんです、はい、で今からですね、和気さんに、はい、そういうところへちょっと案内してもらおうと、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、さあ行きましょうか。実際に見ることができるんですね、はい、そうですね、どんな場所だろう。辻ヶ糸ヶ窯から15分ほど、そこは嬉野一市町に今もひっそりとあるんです。普段は子どもたちが遊ぶような公園にも見える場所、一体どこに荘厳な寺社仏閣を感じられるんでしょうか。はい、着きました。はい、ここです。はい、ここは薬師寺でございます。はい、はい、あの先ほどの話の流れでは、はい、あれだけ大きなシビが、はい、まあ、使われていただろうということで、はいはい、私結構かなり想像してたんですけど。それでね、伊藤さん、はい、その面影がこのどこかにあるんだけど、はい、分かります？え、本当にここなんですね。そうそう、ここなんですね。ここなんです、うん、なんですかね、こう見ると建物自体はそれほど、ね、古いって感じもしないですし、新しいです、はい、なんかあの辺りにある石碑とかですか、ね、なんか違うでしょ。でもない。こういうものでもない。ないこれですか？これなんです。まあ、詳しくは和気さんに。はい、はい、でも見た目は本当に普通の大きな石って感じがするんですけど、はい、うん、よく見るとなんかこう段差じゃないですけど、くぼんでる部分もあるんですね。そうですね、なんか特徴がある。あ、これもそうですか？これ、この。あ、本当だ。うん。和気さん、これどういうことですか？はい、こちらの方は礎石って呼ばれてます。こう昔の古代の寺院を作った時に大きな柱があったっていうの。でそこの一番基礎のところにあります石が、でちょうど石のポコッとこう膨らんでるところが大体柱の大きさと思っていただければいいですので、どうでしょうね、大体70、60センチぐらいの柱がそのままズボーンっていうまである。すごい。で今度逆にこちらにありますのが、はい、塔の神層と呼ばれます。五重の塔でありますとか三重の塔っていうのになりますと、一番上のところから心柱っていう真ん中の柱がズボンと、でちょうどここにくぼんでるところに心柱がズボンと飛んでズボーンと、でそうするとここのところに今から行きますと、こうきっと五重の塔がかつてはこのまま立っていたんだっていうような状態が分かります。でそれで、はい、こうシビとね、こうだんだん結びついていくでしょ、うん、はい、なるほど、ですから昔からこの嬉野っていうところはすごくこう栄えてて、うん、大きなですねお寺さんとか五重の塔なんかがあって、でそういうあった証拠がやっぱりこういうところに残ってると、こんな話なんですよね。だからああいう大きなシビも作っていた。で我々のこの地域でですね、相当古代は
小平一帯は栄えた、こう都に近いようなね、そういうところだったはずなんです。まあ、なかなかちょっとね、今のこういう雰囲気だけではわからない部分はありますけど、お話を聞いてみたりとかすると、あちらこちらにそういった足跡をたどれるようなものが残されてるんですね。これぞまさしくミステリーですね。はい、はい、さて伊藤さん、はい、ここまではですね、結構小難しい話をしてきましたけれども、ここからはですね、これからの季節ね、家族連れでこう出かけていただけるような、こう、そういう場所へ、で、初めに言いましたインスタ映えをするような場所へですね、伊藤さんを連れて行きたいと思います。ちょっと行ってみましょうか。どんなところなのか楽しみですね。はい、すっごくいいところですか。楽しみ、まあ、行ってみましょう。はい、市長たちが最後に訪れたのはこちらの八田城跡。嬉野八田町にひっそりと佇むこの場所は、気軽なハイキングコースとしても楽しめます。はい、やってきました。ここがね、はい、八田城なんです。八田城って言っても、なんか、まあ、城と言ってもあれですね、松坂のお城みたいにこう石垣がバーンとかあってっていうわけじゃないんですけれども、こう昔の砦みたいなものなのかな。で、中にはね、ちょっと石垣もあったりしますんでね、はい、まあ、行ってみましょうね。はい、ところでね、伊藤さんね、はい、今回紹介したとこ、ここも含めて、はい、1回に来たことってありますか。いや、恥ずかしい話ですけど、全部初めてです。全部初めて、はい、でもそれはね、紹介しがいがあるね。本当ですか。やっぱりね、嬉野はね、本当にね、こう、なんていうかな、すごいところがいっぱいあるんだよね、ここは。またここもなんかちょっと雰囲気がいいですね。雰囲気がいいでしょう。なんかこうインスタ映えっていう感じがするんですよ、この感じが。じゃあまさにここがそうなんですね。そう、まあ、それとね、はい、この帰り道がすごくいいの。帰り道がね、本当にいいんだよ。ご紹介しますね、はい、はい。ここだけでもね、ちょっといい。ここもいいでしょう、雰囲気、はい。今ずっとやってきてますのが、八田城っていう、先ほど説明ありましたように、はい、こうお城なんです、うん。でちょうど室町時代の終わりぐらいから、それぞれいろんなところに山城っていうふうな形でお城が作られてきます。でこれは、まあ、特に八田城の構造っていうのは、松坂城やいろんな近世の城郭の、まあ、原型になるようなお城っていうふうに言われているところです。ちょうど、まあ、ここが真ん中の車の広い広場の方に出てきました。ここでなんかこうね、開けた場所ですから、レジャーシートとか持ってきてお弁当食べたりとか ね、そういうのも気持ちよさそうですね。ちょうどね、こう、はい、ピクニックがてらにお弁当を食べに来るにはいいところかなって感じします ね、上り口からだいたい5分10分ぐらいで ね、来られますからね、見晴らし台があるんですよ。あ、見晴らし台が、さらにここからまた景色がいい場所があるんですね。はい、よいしょ。はい、やってきました、見晴らし台。すごい、海が見えますよ。そう、はもう見えますね。結構見えますよね。きっと冬場ですと富士山も見えるんじゃないかな。すごいね。いや、気持ちいいです ね、風も気持ちいいしね、これからの季節いい感じですよ ね。ちなみに師匠が言ってた、はい、インスタ映えのスポットっていうのはここからの景色というか、この辺りのことですか。違うんですよ。違うんですか。それがね、帰りなの、下りなのよ。はい、じゃあここだけでもなんかね、ここすごく素敵な場所だなと思ったんですけども、ここいいんですけども、はい、インスタ映えポイントはね、この下りにあるんです。まだあるんですね。はい、まあ、行ってみましょうか。はい、はい、先ほどの、まあ、見晴らし台までだいたい10分ぐらい、はい、さらにそこから5分ぐらい歩いてきましたけど、うん、どのあたりが、それがね、伊藤さん、はい、ここなんですよ。ここ、ここから竹林でしょ。わあ、すごい、ね、うん、綺麗ですね。でしょ。特にね、はい、この下からこう見上げるこう絵がね、すごく綺麗なんです。いや、綺麗な竹林ですよね。そうなんです。市長、せっかくなので、はい、インスタ映えする写真を
取る競争しませんか。いいですね、やりましょうか。どうですか、はい、ちなみに奥さんも、はい、いいですか、はい、じゃあ、この中から誰がこの美しい写真を撮ることができるのか競争です。はい、こんな感じでしょうかね。もう振り返ってもいいですか。どうぞ。あー、なんか綺麗でしょ、うん、綺麗ですね、あの降りてくる時には、またちょっとね印象が変わりますね、ですよね。下からこの高さをこう感じられるというか、はい、で少し光も降り注いでいて、うん、早速やっちゃいますか。早速誰がこの中から一番インスタ映え。負けませんよ本当ですか、今回のロケ中に撮影した写真は竹上市長と伊藤彩さん、わけ館長、そして松阪市のインスタグラムに掲載されています。ハッシュタグ嬉しのミステリーツアーで探してみてくださいね。今回その八田城でありますとかいろんなところを回ってきたような形になっております。で、まあ、本当にこうまだまだこう実は嬉野にはいっぱいありますので、まあ今後まあもっとみんなに案内していかないといけないかなと思っています。はい、ありがとうございました。今日は一日お疲れさんでした。あの先ほど最後には、はい、あのインスタ映えのお写真を皆さん、ね、撮っていただきましたけど、しっかり撮りましたよ。撮りましたよ。私もで皆さんには、こうやって見せたいところでございますけれども、はい、このインスタ映えっていう話ですから、インスタグラムにあのアップをいたします。ハッシュタグ嬉野ミステリーツアーっていう名前でですね、あのアップしますので、ぜひ一度インスタでですね、見ていただきたいと思います。3人のどれが一番いいかいいねしてください。いやー、嬉野満喫しましたね。楽しかったですね。楽しかったですね、はい、私やっぱり松阪ね地元ですけれども、はい、知らないところが本当にたくさんありましたし、はい、発掘とか、ね、いろいろとやっぱり当時をこう掘り起こしていただいたものを今の時代に私たち知ったじゃないですか、うん、それをやっぱりさらにね受け継いでいくっていうことも大事なんだなっていうふうに思いましたね。古墳で大興奮しました、しましたそれをずっと言いたかったじゃないですか、師匠大興奮してましたからね。大興奮、はい、その模様はまた改めて前提も皆さんご覧いただきたいと思うんですけど、はい、そして脇さん、はい、今日は本当にお付き合いありがとうございました。いい、これからこの嬉野をどんな風に広めていきたいなと思いますか。まあ、広告館を中心にいろんな形でこんな遺跡があるよっていう案内もしていこうと思っておりますし、こう今年はどうにかこうミステリーツアーということで、まあ、マイクロバスでいろんなとこを回るようなこう催し物もしたいかなと思っておりますので、ぜひその時は参加いただければと思っております。まだまだ知らない嬉野がありますか。そうですね、はい、まだまだありますさあ、そして、はい、市長、この嬉野について、ね、はい、どのような改めて思いをお持ちですか。ね、嬉野は私本当にね勉強不足だったところもあって、あの本当にね歴史や文化がねギュッと詰まってるんですよね。まあ、今日は行けなかったけど、例えばあの平家の落武者の里の日川とかですね、それからね、これあんまり知られてないんですけれども、あの蒲生伊佐さんが初めて入った松ヶ島城、この門がね、嬉野に現存してるんですよね。そういうとことかもね、そうですね、和気さん、これからどんどんこう、はい、市民の皆さんに、はい、もっとこう、ね、発信していって、はい、皆さんにこう見てもらえるようなね、はい、おととい塚なんか本当にすごいですよね。そうですね、ぜひあそこへ入って、はい、一度こう、あそこ中世の、ものを、古代のものっていうのを感じてほしいなと思います。私も今日たくさん写真撮りましたんで、はいはい、いろんな人に発信をしていきたいなというふうに思います。インスタグラム映えするで頑張ります。ということで今回の竹上雅人の丸々の話は以上となります。次回もどうぞ皆さんご覧ください。お楽しみに、はい、さよなら。古墳で大興奮今回紹介したミステリースポットは分かりにくい場所もあるのでGoogle マップを使って地図を公開しました。嬉野ミステリーツアーをしてみたいという方は松阪市のホームページからご覧ください。リンクは画像をクリックしたページに掲載されています。ぜひ皆さんも嬉野の古代の魅力に触れてみてくださいね。